優勝はゼッケン21番原田カートクラブ岡本貴之選手、おめでとうございます。もう今シーズン負けなしの岡本選手です。第2位は桃口カートレーシング加藤武也選手、おめでとうございます。加藤選手もまたヤングな走りで戻ってきてくださいね。第3位はアレス中土和則選手、おめでとうございます。アイザー選手、表彰台をまだいただきました。トロフィーをお持ちいただきましょう。それでは写真撮影いきたいと思います。マスターズクラス、今シーズンのロックシスターロックカップも楽しみです。優勝しましたのはゼッケン21番の岡本貴之選手、総合第2位に入りました。第2位は加藤武之選手、第3位は中土和則選手でした。おめでとうございました。